知っ,ったっけあれ。そう。去年だよな。あのー、場所は伏せておこうか。あの、知ってる人は多分知ってるよな。あのー、とある事故物件にわ、事故物件をわざと借りたことがあって、まあ結構有名なとこなんだけどね。そう。 で、まあ、ニコ生、まあ、ノーパスそこ置いてさ、あの、ニコ生でさ、何が出るんだなんてやるわけよ。まあ、なんとことない、にも出ないんだよ。うーんって、まあ、家賃もね、たぶん、聞いたらびっくりするぐらいの家賃なんだけど、その時の放送、ニコ生の放送を見ててくれた人は知ってるんだけど、 よあのー、木曜日の夜の1時になるとお坊さんが来るんだよ部屋に来るとかじゃなくて最初風鈴の音がしてるって、えー、と6月頃の配信だよなでみんなが言ってて俺それ気づいてないんだよね、まあ、風鈴の音っていうか鈴の音なんだけどチリーンっていう多分それは定かじゃないよお坊さんが鳴らしてんかなって何かあってって っていののも、そのお坊さんが夜の1時になると来るのよでうちの部屋と隣の部屋のど真ん中で部屋の向こうに壁があるんだけどその壁の方を向けて頭下げてんだよなずっと何回も何回もお,お辞儀しててそれでなんかお経唱えてるっぽいんだよねで何だろうってお坊さんいるぜって俺その時初めて気づいてあんま映せねえけどつってちょろっと 外行くふりしてさ、ドア開けて、外配信だなんて言って、まあ、そこ、ね、出るときにちらっと映すんだよ、何あれって、見えたって、なんでお坊さんいるのってみんな言ってて、分かんねえ、人だろうって、<laughs> どう考えても人だけどさ、何なんだろうねって、なんかこの部屋のその事故物件、つか、それに関係あるとこなんかな。 まあ、要はそこのアパートが横がクソほどでかいお墓なんだよね L 字型にお墓に囲まれてるのねそうでそれで何かあったりとかちょっとまあ事件の詳細は言わないけどちょっと嫌なことがあってそこの俺が借りた部屋にねでその部屋で毎日じゃないよ2週間に1回ぐらいで面白えって言って 月か水って一回泊まって、そしたらお坊さん来ないんだよね。で木曜日に必ず来るのよ。だから毎回木曜日に来たりいるんかねっつったら、まあ、3週間連続は来てたのよ。で、それ以降、まあ、俺が行くのがまばらになっちゃってて、でもね、一つ気持ち悪いことがあって、そこの事故物件、そのアパートに、あのー、泊まって、中なんかなん冷蔵庫すら置いてないんだよ。要はさ、あの、ドンキで小さい、 えっとなんて言ったらいいマットレスみたいなベッドではないんだけど安いのがさ4000円ぐらいで売っててそれ買ってきてさそれで毛布とかをちっちゃいのを、ね、ブランケットだよねなんてやって、ね、寝ながら定点をしてたのね要は放送はつけながらで俺は寝てるといびっかえて寝てるとその最中にヤナリってよくあるでしょパシーパシーってラップ音だの言われてるけど、まあ、基本そういうの俺信じないからまあそういうのはよくなるんだよ でもその最中にさ、普段聞こえない、なんかよくわかんない声が入るんだよ。あーあーって、ずーっと、あのー、男か女かもわかんないような声がずーっと響いてて、俺、そのためにちょっと反応するんだよね、寝返り打ってみたり、でもうそんなのがずーっと続いてて、とある日に、オーブだ、オーブだってね、今となっちゃう、あの時は俺、信じてたな、そういうのはな。 オーブといううものが飛ぶっていうんだよな写真とかによく映るだろ。ホ、ま、コ、あ、がフラッシュ耐えちゃってさ、その加減で映ると。目に見えないような粒子のホコまで映すからさ、ね。それ、まあ、ホにフラッシュの光が反射して、まあさ、オーブなんて言われてるけど、そうじゃないんだよな。俺,俺は初めて見たんだけど、ホタルみたいなもんが部屋の中で飛んでんだよね。だから、えー、っとー、なんだっけ、あの雨戸。 っっていうのがなかったのよ、そこの部屋だからカーテン遮光カーテン敷いてて部屋の中に明かりって言ったらノーパソーの明かりかながあるぐらいなんだよ真っ暗で寝るからでそしたら俺が寝てる壁際壁際ちょっと上の方にね上から何かが降りてくるっていうのもあの、ピカ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 光ってるものが降りてきてそれ降りてきたらまた上に戻っていくんだよねでそれ何回もあの繰り返したら横の方からも その白いピカピカ光ったものが飛んできて最終的にそれが3つ4つふわ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 ずっと飛んでんだよ映像で確認すると3四4 0分の間ずっと飛んでて急にいなくなるのよそれが何だかわかんないんだよねそうそれがなんかそういうねオーブって一般に言われてるものが出たからといってなんかお化けだたとは言えないしね、はあ、オーブの話を オー,ブオーブみたいなものの話をそ,そのまんまうるうるみにしちゃうとねあれだからね基本的にもうホコリで型がついちゃうからほぼほぼがねでもそのオーブが発光してるっていうのが一番気持ち悪いところねオーブって言われてるその丸とかじゃないんだよ光の塊なんだよホタルみたいな要は自分,自分の部屋真っ暗にしてホタル、ねあのー、ホタルが部屋の中にいると思ったああいう感じで発光してるのよ めちゃくちゃ気持ち悪かったよ特にそれは怖いまあ怖かったけどねそこまでうわーっていうあれじゃなかったけど何だろうねこれっていうことになってたねうん今となってはあのアパートあるんかなちょっと分かんねえけどね